気をつけ。これより今回の我々の任務を通達する。ちょっと、なんだよ。親父。元海軍大佐モーガン、軍を私物化し民間人を苦しめた罪により海軍本部に送られ軍法会議にかけられることになった。ラープ中将への護送引き渡しが本日の任務である。俺は海軍大佐宇野手のモーガン。地位も身分もねえお前らは俺の前にひれ伏すんだ。しょうがねえよね。軍法会議でも何でもかけられりゃいいんで。当然の報いだもんね。俺な、これでも親父を尊敬してたんだよ。親父は俺の憧れだったんだよ。けどやりすぎだったよね。